潜水艦は水中に静かに潜み、長期にわたって作戦行動ができ、高い攻撃能力を持つという特徴がある。ただし、原子力潜水艦ではない通常動力潜水艦の場合、潜航できるのは通常4から6日程度である。そのため、潜水艦の設計者たちは、何とかして静粛性を求めつつ、長く潜航できる技術を求めてきた。その一つの答えが、AIP、非待機依存推進である。AIP として現在実用化されているものは、燃料電池、スターリング機関、水中自立エネルギーモジュール、MESMA、などがある。作戦行動時に AIP を補完的に使うことで、2週間以上と長期にわたって潜航が可能となった。今回は、AIP としてスターリング機関を採用した、双竜型潜水艦について解説する。双竜型の概要。双竜型は、親潮型の後継として開発され、2009年3月に就役した通常動力型潜水艦である。長さ84メートル、幅 9.1 メートル、高さ 10.3 メートル、喫水、船体が沈む深さ 8.5 メートル。親潮型よりも2メートル長くなり、幅は 0.2 メートル大きくなっている。満載排水量から人員、燃料、水、食料などを抜いた基準排水量は2900トン。推進方式は、ディーゼル、スターリング電気推進で、2週間以上の長時間潜航が可能となった。後部の舵は、X 舵にして運動性能が向上し、抗炭性も上がっている。装備面では、非貫通式潜望鏡を新たに備えたほか、電動機を永久磁石電動機にした。世界でも珍しい交流電動機を採用した潜水艦となった。親潮型で確立された、艦制御と武器制御を統合した、統合制御システムをベースとして、さらに発展がされた。艦制御システムによって、艦内の動力、姿勢、重量、艦内環境の制御ができ、遠隔操作、監視ができる。武器システムは、艦内ネットワークで連接され、多機能の総合情報表示装置で制御できる。機関信号伝送装置を中心とした光ケーブルで連接したネットワークによる自立分散型構造となっており、戦術状況や潜望鏡の電子映像データなどを共通で確認できる。武装は水中発射管6門を備え、8級式魚雷、ハープーン対艦ミサイル、機雷などを発射可能。なお、18式魚雷も回収をすれば発射可能となる予定である。新たな装備を取り入れていて、結構進化している気がするね。スターリング機関はもちろん、X 舵、非貫通式潜望鏡、交流式の電動機、統合制御システムなどなど、双竜型潜水艦についてもっと知りたいな。解説をお願い。じゃあ、まずは開発経緯から。親潮型を計画している頃、在来型潜水艦は今後、技術の進展は少しあるだろうけど、基本的に機動力に欠け、将来の戦闘についていけないのではないかっていう疑問があった。それに対する答えとして、空気に依存しない AIP 技術が検討され、1988年からスウェーデン海軍で実用試験段階にあったスターリング機関が採用され、研究が開始された。AIP 技術によって、在来型潜水艦の作戦運動が従来よりも大きく変わる。高出力は出せないものの、シュノーケルを出さずに長期間、作戦海域に留まれる能力が得られる。そのため、電池容量を温存でき、高速移動が必要な目標への近接や攻撃後の回避に電池容量を使えるようになる。これは、従来の親潮型から大きな飛躍をもたらし、そのため、従来型潜水艦では、潮を名前の後につけていたけど、全く違う名前ということで、竜をつけることになり、2007年12月に1番艦は、双竜と命名され、2009年3月に就役した。船体。船形は、親潮型を踏襲した葉巻型を採用した。流体力学的には累滴型が良いが、
比較的低い速度では無視しても良い程度の差しかないと言われている。そのため並走、偽装品の機能的な配置を重視して設計された。大きな違いはフィレットという整流するための覆いが環境全部についたところ。環境によって乱された水流が後部甲板に当たり雑音を発するのを抑制できる。また後部の舵が十字から X 舵に変わっている。これは従来の十字舵から最大でルート2倍の大きさにできる。その結果舵の効く力、打力がルート2倍効き、最大で約 1.4 倍になるという。また岩壁につけるとき十字だと接触する可能性が高かったが、それが低くなる。効きが良くなった分、プロペラから舵を離して配置することで雑音が減らせる。舵を独立して4系統配置することで、別々に動かすことで、故障時でも上下左右に相関が可能となり、降誕性が向上する。これらを考慮して X 舵を設計したことで、水中旋回で約 30%、深度変換で約 15% もの運動性能の向上が見られた。あと、アクティブソナーの探知をされた場合にも傾斜しているから、音の反射を上下に反らせる効果が期待できる。なんでこれまで採用しなかったんだというほどにすごく変わるね。コンピューター制御で舵を動かしているんだけど、これまでは細かな機器を調整できなかったので採用しなかったみたい。外見でわかるところといえば、やや大きくなった分、ターゲット、ストレングス、敵ソナーに対する反射強度、航空機でいう RCS のようなものが大きくならないように、吸音材や反射材が上部構造に装着されている。親潮型よりも増えているね。環境と上部構造側面を親潮型と同様に傾斜し、反射を抑えている。あと、小さな変化を挙げると、環境横についている線だが少し整流化され、ノイズ発生を抑えている。わずかにシュッとしているような、していないような。外部から見てわかるところはこんなところで、いよいよ内部の話になるけど、耐圧国は側面アレイが装備されている部分は単国構造で、それ以外は複国構造になっている。NS80 を船体前方の複国部に、NS110 を船体中央部の単国部に使用している。この鋼材の組み合わせの際、溶接の高い技術も要求されるが、溶接技法も向上し、より優れた構造になっているものと思われる。耐圧国の内部は、下側黄色文字で示す6つの防水区画に分かれ、さらに複数の室に分かれる。1から順に上げる。1、発射管室には、上段に2本、下段に4本の HU606 魚雷発射管がある。情報表示装置を見て、命令を受け、発射させる。2、乗員居住区は、3段ベッドになっている。親潮型よりも狭くなったそうだ。環境には発射管室から登れる。環境には水上レーダーや ESM、潜望鏡などが装備されている。3、発令所には、操縦板と管制魚コンソールが並んでいる。多機能の総合情報表示装置があり、各種の指示がされる。その他、4、電信室、電子機器室、乗員居住区、5、全部電池室、6、士官居住区などがある。7、食堂、調理室は、こんな感じ。その他、8、後部電池室、9、AIP 室、スターリング機関、10、AIP 室、液体酸素貯蔵タンク、などがある。11、主機械室には、V25、25SB 型ディーゼル機関、2機が発電機に接続されている。12、主電動機室には永久磁石電動機がある。なお、これらの設計には3次元キャドを使用し、高密度で無駄のない偽装がされている。多少の無駄があってもいいから、居住性を配慮してもらえないかな。これから述べる AIP 区画に11メートルも取られちゃったから、その分、キチキチに設計しないといけなかったの。なるべく小さな潜水艦の方が見つかりにくいこともあるでしょうし。機関。さて、これほど大きな潜水艦をどうやって動かしているのでしょう？
動力源は電気です。基本的に鉛蓄電池から電力を供給し、使えば減るので充電をする必要がある。そこで先ほど紹介したディーゼル機関2機を回して充電する。充電時には基本的に水上構造かスノーケル構造で海上から空気を取り入れる。騒音もうるさいし、排気も発生するし、レーダーにも映りやすいので、潜水艦としては作戦行動中はなるべくしたくないものだ。なので消費電力を抑えるため、乗員の生命を維持する機器以外は止めたりもする。そんな状況を改善するのがスターリング機関である。スターリング機関はケロシンと液体酸素で動く。水中の省電力モードで必要な電力が賄える程度の小型低出力のものだ。貯蔵装置が少し大きく、専用の港以外では補給できないのが難点だ。スターリング機関そのものは、スウェーデン、コッカムス社から V4-275R をライセンス契約を交わし、生産している。連続定格出力は 60kW のものを4機搭載し、計 240kW。このスターリング機関の原理は、ピストンシリンダー内を高温に加熱し、その膨張と収縮で軸回転を起こすもの。ピストンの爆発燃焼ではないので振動騒音が極めて低い特徴がある。スターリング機関周辺だけ浮き甲板方式でダンパーを取り付けて騒音発生を抑えている。AIP 機関を後から追加したイスラエルのドルフィンには 11.3 メートル大きくなっており、操縦型も11メートルほど AIP 区画に占められている。ただし、親潮型から2メートルしか長くなっておらず、そこは偽装を工夫したこと、あと海事が整備性や居住性について多少の我慢をした結果である。なお、スターリング機関のみライセンス契約で取得し、それ以外の装置は日本独自で開発している。水中で発電、充電ができる、それによって作戦行動の幅が広がる。敵にとっては活動期間は伸びるし、潜水艦のいそうな範囲が広がるし、厄介だな。 AIP と共に採用された大型装備品として永久磁石電動機がある。これは副電気式永久磁石同期電動機が正式名称で、速度変換時の機構操作が不要であり、無段階で制御できること、ブラシや水粒子がなく設計の自由度が高いこと、巻き線の冷却以外で原則的に冷却が不要となること、とりわけ小型軽量化ができる点がメリットとして挙げられる。半導体素子と応用技術、制御技術の進歩を活用し、これを実現した。 AIP や永久磁石電動機などの新たな装置を制御する管制御システムを武器制御システムと連接統合させ、各室での操作監視する方式をさらに減らし、発令所に集約する潜水艦統合制御システムを採用した。艦制御システムは艦内の動力、姿勢、重量、艦内環境の制御ができる。従来の自動運転装置にスターリング自動運転装置を加えたもので、発令所で遠隔操作監視ができる仕組みだ。発令所で液晶モニターを見ながら潜望鏡から覗いたり操縦したりできる。武器システムは潜水艦のセンサー制御、情報処理、攻撃システム制御などをするものだ。艦内ネットワークで連接され、多機能の総合情報表示装置で制御できる。機関信号伝送装置を中心としたネットワークによる自立分散型構造となっており、主要サブシステム間では光ケーブルで連接する。戦術状況表示装置 TDS が発令所後部中央に配置され、公開用電子海図を使用でき、潜望鏡の電子映像データなどを共通で確認できる。非貫通式潜望鏡としてイギリス・タレス社製の CMO10 を三菱電機がライセンス生産したものを採用した。これは従来のように下部まで潜望鏡を貫通させず、光ケーブルを通して画像情報を得たり、そのデータを活用したりできる。ただし故障もあるし、従来型の潜望鏡をもう一本備えて暗視装置や天体観測などにも使用している。
貫通式は13メートルあり、耐圧国の中に収まるサイズとなっている。あ、そういう仕組みなんだ。ソナー装置については基本的に親潮型と同じ構成で、艦首型アレイ、側面型アレイ、そして栄光型アレイからなる。艦首にはソナー単振音を受信して方位情報などを取得する逆探用アレイを備えている。武装は水中発射艦6門を備え、8級式魚雷、ハープーン対艦ミサイル、機雷などを発射可能。なお、18式魚雷も回収をすれば発射可能となる予定。これは別の潜水艦だけど、ハープーン対艦ミサイルを入れているところ。入れるのが大変そう。さて、11番艦横流からは鉛蓄電池とスターリング AIP システムに変えてリチウムイオン電池を備えている。リチウムイオン電池は鉛蓄電池よりもエネルギー密度が高く、より多くの電力を蓄え放電できる。充電効率が高く、十分な容量を取り出せる。水素ガスの発生がなく、メンテナンスも不要。電池監視ユニットで電圧や温度を確認し、故障時には自動的にサブのユニットに切り替わる。過放電、過充電、外部短絡状態でも設計通りの安全性を確保できることが確認されている。これによって11番艦以降は中高速での行動能力が向上、充電時間も短くなり、比較的広い作戦海域に従来よりも迅速に対応できると期待される。メンテナンスフリーで電力使用量の管理もしやすそうだし、運用者にとっては理想的な潜水艦じゃないかな。低出力でこっそり移動するのもいいけど、中高速でも行動ができた方がいいよね。行動の選択肢が広がる。燃料電池方式だと水素、酸素ガスを供給しないといけないけど、コストもかかるから。ところで、これだけ性能がいいってことはお値段高いの？従来型の10番艦517億円と比べると、11番艦643億円と少しお高くなっております。その程度の差なら、性能を比べるとコスパが良いんじゃないかな。以上、今回は双竜型潜水艦について解説しました。双竜型は、スターリング機関を搭載し、シュノーケルをしないでも低出力の推進力を発揮し、発電ができるという点で、作戦行動を大きく変えるものでした。どれくらいの深度まで耐えられるかはわかりませんが、一説によると作戦可能深度は約600メートルだそうです。悪海強度の試験には円筒型が有利なのですが、日本は深淵を作るのが得意で、直径が10メートルある場合でも誤差数ミリメートルから十数ミリメートルの深淵度の高い耐圧国を作れるそうなので、そこからも高い技術が推測できます。鋼材の組み合わせの際、溶接の高い技術も要求されます。もし備えていなければ、溶接部に内部欠陥が生じてしまいます。1年おきに川崎重工と三菱重工で交代して製造が続いているため、高い技術力を維持できており、日本の潜水艦は世界最高水準の静粛性と、高い潜水艦建造技術があると言われています。引き続き建造が続くよう、研究開発に予算を出し、水中の戦闘で優位に立ち、通常は水中で監視し、いざという時に攻撃ができ、それを恐れて相手が手出しできないような状況であってほしいものです。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画、双竜型潜水艦について感じたこと、思ったことがあればぜひコメントしてください。